ひろしばい。くー！ドットコム。はい、ありがとうございます。今からお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。はい、失礼いたします。うーし、今日はホンダのベンリー50、2022年バージョンですね。これをもう振り込み終わってますので、取りに行きたいと思います。足場 OK、紐掛け OK、忘れ物なし、なし、なし、ETC OK、M1 OK、ちょっとテンション高いのはしょうがないですね。そしたら、行ってきます。レッツゴー。めっちゃ楽しみ。ルン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 。よっしゃ、引き取りました。積み込みましたよ。ホンダベンリープロ AA05 2022年モデルの新車です。今回のモデルは水冷車なので多分整備性悪いですけど、乗り心地はかなりいいと予想してます。そしてホンダの場合、多くの水冷に取り入れられている ACG スターターですが、今回は水冷ですので ACG スターターです。もちろんホンダでもジャイロとかはそうなんであるんですけど、エンジンバルブが大口の2個、ベンリーの特徴なんですけど、ヤマハケアの小型エンジンバルブ3個と違って、ベンリーって出だしがいまいち若干ではあるんですけど、ヤマハギアよりちょっと劣ってた部分あるんですけど、それがいい感じでミックスされた感じになりますね。そして ACG スターターになってますので、ワンテンポ遅れるようなあの、ブレーキレバーグイ、ピ、ガチャン、ブルーンがなくなります。グイ、ピ、ブルーンに切り替わりますので、ワンテンポ速くなると思います。本当にコンマ何秒の世界なんですけど、ストップ&ゴーが多い仕事とかに関しては、これの積み重ねがストレス全然違いますので、そこはかなりいいんじゃないかなと思います。まあちょっとそこはですね、試乗してみたいと思います。まあ 50cc ですので、そこまで大げさな違いとかのレビューは出せないと思うんですけど、それでもですね、せっかくですので、してみたいと思います。よし、レッツゴー！帰るぞ！持ってまいりました。疲れた、しかし遠かったです。これはホンダのベンリー50の AA05 水冷車です。でちょっとなんかと比較したいなと思ったんですけど、空冷車である AA03 もあるんですけど、それと比較すると10年以上間が空いてますので、もうスペックに関してはこっちの方が絶対いいの当たり前すぎて比べようがありませんので、個人的に今新車で買うなら多分悩むであろうヤマハギア、ベンリー110、ベンリー50のこの水冷 AA05 だと思うんですよね。ここに関しては個人的なところで申し訳ございません。もしかしたら違うのと比較する人もいるかもしれませんけど、多分この3つで悩むと思います。で、うちはヤマハギア古いのしかもありませんので、ホンダベンリー110とベンリー50、この2つで悩んでる人はめちゃくちゃ多いと思います。このパターンですね。こっちがベンリーの110空冷車です。こっちが今回購入したベンリーの50水冷車です。まあ、新車購入のチャンネルじゃありませんので、もうその辺は個人的な感想でいいかなと思うんですけど、先ほど言ったこれともう一つがヤマハギアの最新モデル。この3つで絶対悩むと思うんですよね。もし悩むとしたらですよ、あくまで。で、前回の、ヤマハギアとベンリーの比較の時に言ったんですけど、当時は、ベンリーが空冷しか持ってませんでしたので、その数字での比較しかできなかったんですけど、あと体感ですね。もちろん今回もヤマハギアの新型持ってませんので、乗り比べっていうことはできないんですけど、どうもですね、ヤマハさん本気ですね。ちなみにヤマハギアに関しては2023年モデル、2022年の暮れに発売されてるんですけど、ほぼほぼ全てにおいて、ベンリーの AA05 の2022年モデル、抜いてますね。まあ、数字の問題ですよ、あくまで。最大トルク、回転数、もっと言うと、小回り、10センチしか違いませんけど、それでも抜いてますね。あと、あからさまに違うのが、重量です。これ110キロになってますけど、ヤマハギアの新型は99キロ。だいぶ違いますね。一応燃料タンクが、こっちは10リットル入るんですよ。で、ヤマハギアの新型が 7.5 ですね。すいません。まあ、ガソリンは水より軽いですので、満タン同士の8掛け計算したとしても、やっぱり結局10キロ以上ヤマハギアの新型の方が軽いことになります。10キロって結構ありますよ。めっちゃ軽量化頑張ってますよね。あと、ベンリーの新型、すいません。バルブ数が書いてないので、スペックに。まだ開けたことありませんので、私ちょっと初めて水冷車持ちますので、申し訳ないです。わからないです。
まあ、ただ最大トルクの出力数と回転数を見る限りやっぱりギアの方が、これは前も言ったのと同じですけど、坂道圧倒的に上ると思うんですよね。それは数字だけで判断しているので申し訳ございませんけど、数字で見るとそうなってます。それでですよ、前回はホンダベンリーの方が基本的には燃費がいいと、そして高速域に強いと言ったと思うんですけど、まあまあ今回のヤマハギアの新型に関しては燃費も抜いてます。ギアの方がいいってことです。めっちゃ頑張ってますね、ほんと。まあそれはそうと、乗り手目線での話はうちのチャンネルはちょっと弱いですので、あくまで整備目線であればやっぱり空冷車の方が圧倒的に楽なんですよね、という意味も込めてちょっと見てみたいと思います。こっちがホンダの空冷ベンリーですので、セルモーターが先っちょがこっちを向いてるんですよね、駆動系側なので、スターターピニオンがガシャンって出てドライブフェースと噛み合う音がするんですよ。で、ワンテンポ遅れるイメージですけど、そういう感じになります。まあなんか典型的な空冷の音ですよね。よく聞くホンダの音です。で、こっちが水冷車で、セルモーターの向きがこっち、ACG 側を向いてるんですよ。駆動系のドライブフェイスを返さないので、ガッチャンっていうのがないんです。これヤマハの水冷は全てそうですよね。ヤマハのギアもそうですもんね。なので、めちゃくちゃ静かに、しかもスムーズにブルーンってかかります。違い分かりましたかね。もっぺんいきますね。こっちが空冷。AA03 とか JA09 です。ガチャンガチャン、ブルルルルルルン。こっちが AA05 水冷。圧倒的に静かなの分かりますよね。前回比較した時もヤマハギアの方が静かって言いましたけど、ヤマハギアはもともと ACG スターター採用されてますので、そういうことなんです。で、ベンリーでも AA05 のみは ACG スターターです。新車で整備することがないので、もうこれぐらいしか話すことないんですよね。一応試し乗りしたいんですけど、メーターが6キロと、もう新車なので慣らし運転しないといけないんですよ。あと 50cc 原付一種ですので、30キロ以上出すと視聴者様にめちゃくちゃ怒られますので、この動画消しなさいって言われちゃうんですよ。ですので、乗り心地動画とかはもしあればですけど、他のチャンネルさん探してみるといいと思います。ただせっかくですので、ちょっと乗ってきたいと思います。どうしても新車はですね、金属の匂いがもうめちゃくちゃするんですよ。鳴らし運転してませんのでしょうがないですね。あとは AA05 の2018年全モデルと、今回の2022年最新モデル、これの比較は私は全モデル持ってませんのでわからないので、そこはご了承ください。暗いかな。でも実はちょこっとだけ乗ったんですけど、私の感想としてはですね、もし免許があるならやっぱり110をおすすめします。最強です。ただ110ってもしかしたらもう手に入らない可能性もありますので、そこは重々ご注意ください。原付の2025年問題について動画アップロードした時にも言ったんですけど、基本ベース今回のこれも展示車があったから新車で買えただけで、基本は注文してからの受注生産に切り替わってますので、1ヶ月とかどうしても待たないといけないんですよね、本来は。私の場合は仕事で使うので急ぎで必要だったので、ちょっと遠かったですけど取りに行ってきました。でですよ、乗り出す前にちょっと最後に一言、ベンリー最新 AA05、 ベンリー 110JA09、 ヤマハギアの2023年モデル、どれがいいかの話に戻るんですけど、スペックだけ見るとヤマハギアになっちゃいます。でも免許がある人はベンリー110になっちゃいます。でも私はベンリーの水冷持ってないので、これを買いましたっていう感じですかね。すごいですね。決断がすごい難しいところなんですけど、具体的なアドバイスできなくて申し訳ございません。とにかくスペックだけ、数字だけを見た感じではヤマハギア最強になってます。2年前に出した私の動画は今度逆になる現象ですね。ただしですよ、値段も新車価格が当然高いですので、4万円ぐらいは上がります。乗り出しでまあ30万前半とか、その辺で乗れればいいのかなと思います。ベンリーの場合はまあ25から27万ぐらいで乗れればいいかなと思います。という感じで、ちょっと参考になるかわからないんですけど、申し訳ないんですけど、そもそも110は排気量が違うんですけど、多分ですけど悩んでる人いらっしゃると思いますので、私ならどっちか1台しか買わないなら絶対ベンリー110買います。理由は空冷で整備が楽、あとはシンプルに排気量が多いので馬力が強いと、スピードもすごいですし、ガンガン坂も登りますし。でも免許が1種しか乗れない人は、ヤマハギアの最新50とホンダベンリーの最新と悩むと思うんですけど、スペックだけで見るとヤマハギアの方がいいです。ただし値段も高いです。
でも私はベンリーの水冷を持ってませんので、ベンリーの水冷 AA05 を買いました。という流れです。おのおのお財布事情から何から違いますからね。今後揃えていくなら私はベンリーのホンダ車にはなりますけど、一切ヤマハギアの否定もしてませんし、むしろ前回動画でも私実は言ってますので、乗り手目線で見た乗り心地とか全てにおいてヤマハギアの方が私個人は好きですから。ただ経営者としてバイクを数台いっぱい管理する身としてはホンダの方が楽なんです。その違いもあるので参考になるならないはご自身で判断してみてくださいというところです。ちょっと乗ってみます。よいしょ。うん、雨降ってますね。最悪だ。もうしっかりとアイドリングは完了してますので行ってみます。スタートが新車なのでまあまあちょっと悪いですけど、そこはしょうがないです。だんだんと良くなってくると思います。そして忘れてましたけど、ホンダ車のベンリーに関してはシート硬いので乗り心地の硬さめちゃくちゃあります。これですね、ヤマハギア持ってる人は絶対わかるはずなんですけど、ベンリー乗り心地が硬いんですよ。ちょっと悪いんです。それくらいあんこが少なめで作られてます。なのにシートは若干ヤマハギアより破けやすいですので、あの縫い目の部分ですね。もちろんトゥデイとかディオみたいな大衆車よりは破けにくいです。これに関しては初期からずっと同じくそうですね。ただ今回ですね、坂道に関してはだいぶ違いますので、 AA03 の空冷乗ってる人は登らない坂道って絶対あります。特に重たい荷物をいっぱい積んで登る場合、角度のきつい坂登らないんですけど、この AA05 登りますので、そこめちゃくちゃトルク強くなってます。トマハ原付きなのでこんな感じで30キロで横の方を走ってるだけなんですけど、まあ特別に突出したものはないと思うんですけど、まあそれでも堅牢性はめちゃくちゃありますので、そこはビジネスバイクのいいところが出てると思います。あとライトとかですね、ポジションランプ付きのヘッドライトですのでめちゃくちゃ明るいですし見やすいです。メーター周り、ハンドル周りに関しては初代から引き継がれて一切変わってないと思うんですけど、どうでしょうかね。運転のしやすさそのまま引き継がれています。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。